飯塚真由美の痛いのとんでけは1998年から2001年にかけて文化放送で制作放送されたラジオ番組。略称及び愛称はいたとん。本校では1997年から1998年にかけて同局で制作放送された本番組の前身番組である。週刊アニメージ飯塚真由美のまだまだ日曜日だよ。 についても合わせて紹介する。1997年10月12日に、週刊アニメージュ飯塚真由美のまだまだ日曜日だよ。としてスタート。略称および愛称は、まだ日。それまで、愛と弓の輪、ああ、新天地。で放送されていた飯塚と水野愛美が出演の、ハッピーパインのコーナーからの独立番組とも言える。このためスポンサーに、 パイオニア LDC が付いており、同社が発売したゲーム、ノル・ラネージュに関するミニコーナー、ノル・ラネージュかまくら通信が内放されていた。ちなみに、アニメージュ関連のコーナーは1996年10月から1997年10月まで文化放送で放送されていたバタン定局、ラジメージュから引き継いでいる。1998年4月の改編を機に、 週刊アニメージュ飯塚真由美の遺体の飛んでけ。二階台。日曜夜から木曜深夜に枠移動。前室のミニコーナーに出演していた水木奈々がコーナーアシスタントとして加わる。1999年1回目の放送日の木曜、深夜は日付が変わって1月1日に当たったため、飯塚の誕生日に当たる1月3日20時から20時30分に、 フリーステーション枠で新春スペシャル週刊アニメージュ飯塚真由美の痛いの飛んでけとして生放送された。1999年4月1日の放送をもって水木が番組を卒業した。1999年4月の改編により1年ぶりに日曜夜に移動。タイトルから週刊アニメージュが外れ飯塚真由美の痛いの飛んでけになる。 午前0時での放送ということもあり、もう月曜日が夜の開題も考えていたというエピソードがある。1999年10月、ボイスプキューブス内の第3部での放送となり、放送時間が20分になる。2000年4月、ボイスプキューブス内の第1部で放送していた、山本マリアスのハニワマイハウスとの放送枠交換等により、30分番組に戻る。 2000年8月12日放送の長期動放送アニゲマスターに飯塚がゲスト出演した際10分ほど臨時性放送を行った2000年11月の放送は飯塚がミュージカルワンスアポンやマットレスに出演することを考慮し青山劇場の楽屋にて収録した2001年4月1日番組終了この時点で飯塚は 文化放送の日曜23時から24時30分にかけての時間帯を手掛けたことになる。いずれも、まだまだ日曜日だよ。選挙特番などでの変更時間は含まないいずれも、飯塚の楽曲が使用された。また、番組内のジングルには、ロマンチックだね、などが使用されていた。週刊アニメージュ飯塚真由美のまだまだ日曜日だよ。に関するカテゴリー、ありがとうございます。